ゼルプは、ドイツ連邦共和国バイエルン州ブンジイデル、イム・フィステル・ゲビルケ軍に属する大規模軍所属市であり、チェコと直接国境を接する位置にある。この市は、国境を越えた、小地域である、フロインデイム・ヘルツェン・ユパスに加盟している。本市は、公式には45の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。 ゼルプ周辺地域の植民化は12世紀頃にバイエルン側から始まった。デセリンと名乗る一族が1135年から存在していたことが明らかにされている。1281年にゼルプは現在ではチェコ領となっている近隣の足と共にプラウエンの大官ハインリヒに担保として与えられ、ハプスブルク家の皇帝ルドルフ一世がこれを記録したと、 する資料に初めて登場する。1357年、ゼルプは帝国霊園となり、林務官が封ぜられた。1412年に、ゼルプはニュルンベルク城博に売却された。1437年には、6つの管区に分離されて管理されたことから、ゼクスエムターラントと呼ばれる地方を構成することとなった。その6つの管区長の一つがゼルプに置かれた。 1426年にブランデンブルク・バイロイト辺境博はこの市に初めて都市圏を与えた。ゼルプは辺境博所有林とバイロイト港の好むハリ場の中心地となった。師匠に描かれた鹿の角はこの町の狩猟市場の意義を思い起こさせる。続く何世紀もの間、度重なる所有者の交代や戦争による破壊を経た後、あと18世紀までに、 ゼルプは採掘から鉄の精錬までを合わせ持った工業の町として重要な地位を占めるに至った。主要な鍛錬施設はエーデル川の水力を利用している。採掘はホイゼルローへの採石場で行われた。この地で生産されるわずかに鉄を含んだキメの細かい加工岩は19世紀後半には闘業に用いられるろくろや石臼に加工された。 18世紀頃のゼルプは約1500人の人口と差し物市、大工、川なめ市、港、粉引、き、靴屋、織物工のツンフットを持つ手工業の町であった。1709年に上すのヨハンゲオルクイエーガーが上す工場を創立した。これがこの町で最初の工業企業となった。 この会社は1970年代まで印刷業者として重きをなした。1809年のシェーンブルン講和条約後の1810年6月30日にバイエルン王国領となった。1836年6月17日にゼルプは都市権を得た。1856年3月18日にある女中の不注意により旧薬局近くの建物から出荷した。 素早く広がった火の手は中世に拡大した市の中核部をも含め市の全域を破壊し尽くした。この火事はゼルプの大火と呼ばれる。火事場風から無傷で残された建物はほんのわずかであった。その中に1612年の生産民一体墓地協会と1583年に建てられたいわゆるペヒヒュッテを煮詰める作業を行っていたがある。 これら両者は旧市街中心部から外れた場所にあった。この火事で計221件の家と408の付属建築物が瓦礫と灰になり、624家族が住む家を失った。1900年のローゼンタールの過八1857年頃、ゼルプは陶磁器の町となった。ローレンツ・フッチェン・ロイターがルートビヒスミューレで政治会社を起こし、 ゼルプの大化で職を失った織物工の一部は、ここに職を得た。この会社は、時期の工業企画生産を可能にしたパイオニアであった。これにより、白い黄金と呼ばれていた時期を、平均的な市民が持つことができるようになった。また、多くの失業者がこの会社によって、将来の見込みを再び取り戻すことができた。1864年に、 ホーフとエーゲルを結ぶ鉄道が開通したことがゼルプの急速な工業化に拍車をかけた。この地で名を成した政治会社としては、ヤーコプ・ザイトラー &CO、J リーバー、ローゼンタール、クラウトハイム、ミュラー、ハインリヒ &CO、イエーガー&、ベルナー、グレーフクリップナー、クラウトハイムアーデルベルク、ザイトラー&、プルカー、ホフマン兄弟社、 オーバーフランケン政党などが挙げられる。1900年のゼルプの人口は7200人であったが、ゼルプには20の政治会社で合わせて100ものようがあった。1919年7月1日、ゼルプは礼拝軍から分離され、軍独立士を宣言した。1930年の市の人口は14200人にまで増加した。 世界的な経済危機と1920年代のインフレで政治会社の数は減少した。多くの会社が他の会社と合併した。残った会社は世界的に知られた製品を持つ会社だけであった。現在でもゼルプに拠点を構える世界的に知られたブランドにはローゼンタール、フッチェンロイター、ビレロイボフホがある。ただし、ビレロイボフホの本社はメトラフ派にある。 第二次世界大戦が終わるとゼルプはアメリカ軍の占領地域となった。3,500人の東部からの避難民がゼルプに流れ込んだ。市場であり、原料の移入元であったチェコスロバキア、ザクセンとの間に国境が引かれ、政治後は衰退していった。1972年の自治体再編によりゼルプは大規模軍都市として、ブンジーデル軍に組み込まれた。 1978年には、エルカースロイト、ハイデルハイムイコールシュタイン、レンゲナウ、ラウターバッハビル、ミュールバッハ、オーバーバイセンバッハ、ゼルプイコールプレスベルク、ジルバーバッハ、シュピールベルク、ウンターバイセンバッハ及びフィーリッツを編入した。この地域のテーブルウェア、高級食器といった政治産業が1990年代に危機に陥ったことは否定できない。 1965年には5000人いた政治業、従事者数は現在1000人以下にまで落ち込んでいる。工業化され、合理化され、原価を安く抑えられた輸入製品が構造改革の遅れたこの町や地域を直撃したのである。生事業以外の周辺産業は打撃を受けたこの地域を支えきれずにいる。ポルツェランの泉ブーベアルの泉ゼルプは、 フィヒテル山地のふもとに位置し、多くのレジャーを提供している。例えば、冬季は、バルトベルクやコリュンベルクでのスキー、下季には、森の湖、ランガー対比などである。市内には、フッチェンドイターアイススポーツホールやローゼンタール劇場、屋内プールがある。ゼルプで、最も有名なスポーツクラブは、アイスホッケーのバージョンゼルプである。ありがとうございます。